方に関して続けてお尋ねします。あの松井さんの方は、はい、安倍首相とお会いになった時に憲法改正の発議要件3分の2の部分については、まあ、同じ方向性でやっていきましょうという話が出たとおっしゃってるんですけれども、そういう話は出たということで、まあ、やっぱり首相と、まあ、僕も曲がりなりにも国政の政党のトップなのでね、官邸で話したことはやっぱり僕からは言えないですね。それは首相に聞いていただければと思いますよ。僕から尋ねていった方ですから、ええ、もう一点すみません。あのその日の同じ憲法調査会医師の方でですね、いろいろお話をされた中で、あの国民投票の、まあ、要件についてですね、ええ、今過半数ですけれども、例えばここで縛ってもうちょっとハードルを上げて 65%、70% というお話をされたと伺っておりますが、この点については今後党内で、あるいはその国会で議論どのようにされていくお考えでしょうか。いや、だからこれは96条の改正案を作るときに、まさにそこが本当は大きな議論でね、96条だけ議論しても仕方がないっていう人いるんですけども、中身の議論する前にやっぱりこの改正手続きって、僕はやっぱりこの統治機構とか仕組みとかメカニズムにこだわりますから、ここ自体を本当はしっかり議論しなきゃいけないとこなんですよ。だからあの発議要件とね、承認の要件というものの違いもあんまり議論されてないですね。なんとなくあの発議と承認というものが同じようにあの捉えられてますけども、発議要件というのは出すことすらできないということですからね。だからあのきちんと発議まではやっぱりあのしてですね、で何もこれ緩和緩和って言われますけども、全然緩和ということでもなくて、まあ、必要であればだからあの国民投票の要件を考える、もっと深く議論していけばね、改正するその条項に応じて、要件変えていってもいいんじゃないですか。本当にこれは大切なね、条項だということになれば、厳しい要件にしてですね、でさっき言ったような59条のような手続き的要件であればね、過半数でいいじゃないのと。でも安全保障に関わる部分とか国民のまさに生命財産に直結するようなことであればね、これはやっぱり、国民投票過半数じゃちょっと軽いんじゃないの、もうちょっとプラスアルファしなきゃいけないんじゃないの。本当は96条にね、憲法のそのロジックのなんていうのかな、一番高レベルなものが集結しなきゃいけないのに、憲法の教科書を読んだって96条なんかスルーですよ。もうあそこ普通説明文書いて終わり、憲法の教科書。本当はあそこに憲法というものをどう位置づけて改正する、改正とはどういうことで、これは改正でね、96条のあの議論というのはね、もっとこう考えていったら、あれ反対してる人とかいっぱいいますけど、朝日新聞も反対だけども、96条ってのは主権を縛ってるんですよ。だからそういう位置づけなんですよ、国民主権を縛ってるんでね。だから読売新聞のインタビューで僕は公金服着せられてる状態だって言って、ま、言いましたけども、あの96条っていうのは主権を縛ってるんだよっていうようなこともやっぱり議論の前提に置かなきゃいけないですよね。だからそうなると、その国民主権の縛り方っていうのはもうちょっと本当は議論を深めてね、精緻なロジックを組み立てなきゃいけないのに、主権を縛られてるのに憲法のどの教科書を見ても条文書いて、条文をそのまま書き記して終わりなんていうのは、これは僕はね本当にちょっと欠陥憲法だと思いますけどもね。改正権、憲法改正権っていうのは憲法制定権から派生されるね、まさにもう究極の国民主権のその力なんですよ、改正権っていうので。そこに制限をかけるっていうのは、それはね基本的人権への制約とかなんじゃらかんじゃらとか言う前にね、憲法制定権力をこう縛りに行くっていうのはものすごいことなんですよ。それは当時の7年でした、この、まあ、議論されたあの当時の国民がですよ、将来の60年経った我々の憲法制定権力を縛ってるわけですから、なんで許されるのかっていうのはね、こんなの本気で憲法論議やったら、この憲法96条のところだけでも僕もめまいするような、もういろんなこう議論があって、まあ面白いですけどもね、
でもそういうところ何にもなくね、96条ダメだ、要件緩和だ、どう、もうそれはやっぱりメディアの責任だと思いますけどもね、それはもう市場でガンガンやり合ってくれたらいいと思いますよ。なんであの原発をね、あの原発を稼働させるか、原発を止めるか動かすのか、そこに市民のその力でね、市民の判断でやらせろって、この間も朝日新聞のオピニオンかなんかでものすごい記事を書いてるわけですよ。原発をね動かすかどうかぐらいのことに市民の力をね信じろとか、市民の力で判断させろって言うんだったら、憲法制定権力なんてね、そんなのは国会の3分の2の発議要件なんて国会議員に縛らせたらダメですよ、そんなの。だからその憲法改正権というものがどれぐらいの重要な、その国民主権ので、しかももう憲法のいわゆる国家権力を縛るためのその価値といいますか、国民主権だとか平和主義だとか基本的人権の尊重とか、この憲法それ自体の価値っていうものをそもそも作り上げる元の、ね、源のこの憲法制定権力の憲法制定権力を派生から派生した憲法改正権をこの縛るっていうことがどれだけなんていうのかな、大それたことなのかっていうところの議論が全然我が日本国ではないんじゃないでしょうかね。それぐらいね、これは大変なことを憲法96条っていうのはやってるんですよね。なんで60年前とか70年前のその国民の状況に僕らが縛られてるのか、そこはやっぱり本当に考えないとね。